こんにちは、トール様受容体です。今回は加藤から発売された金鋼型フォームデラックス対抗式セットを紹介します。パッケージはこんな感じで、現代の都市部、新幹線の駅などに最適だそうです。裏はセット内容などが細かく説明されています。では開封していきましょう。中身はこんな感じです。駅名表や電光掲示板など、かなりリアルに再現されています。こちらは LED 導入時に使用するものだそうです。LED はまだまだ先になりそうです。こちらはホームや屋根に取り付けるものが入ってます。ついに本体の開封です。黄色い点字ブロックもしっかり再現されています。裏はこんな感じになってます。反対側もほとんど同じです。屋根付きのホームです。少し重みを感じます。ここまで綺麗に再現されていると列車を並べたくなりますね。続いて反対側の屋根付きホームです。こちらは半透明の屋根とエスカレーターが設置されています。組み立ててみるとこんな感じです。少し高さがあるので存在感が出ます。では線路を並べてみましょう。まだパーツをつけていませんが、これだけでも十分満足できます。通過線を作ることで新幹線の駅らしくなりますね。付属品のパーツやシールをつけてみました。先ほどと比べよりリアルになったのではないでしょうか。では列車を並べてみます。こんな感じになりました。地方の列車を置いても良いですが、やはり都会の電車を並べた方が本物に近いような感じがします。最後に走行シーンを紹介します。